はい、どうも皆さん、ご視聴ありがとうございます。エルモだよ。今日はね、エルモね、とても強い味方がいたのでね、動画撮ってます。皆さんお気づきですか？この後ろから飛んできてくれてる鳥なんですけど、モネちゃんって言うんだけど、このモネちゃんがね、めちゃくちゃいい動きしてくれるんですよ。はい。守ってくれます。エルモね、この2か使うの、あまり使ったことなくてね、まだ全然弱いんだけど、この、モネがね、助けてくれたおかげでね、ゾロ、エンマゾロ二人に対してもこんなに強く戦えることができてるんですよ。あれ？モネちゃんどこ行ったかな？あ、そう、後ろでね、援護してくれてるんですよね。はい、で、ここでね、壁を作ってくれたりして、すごくいい働きをしてますね。こんなにいい働きをしてくれるモネちゃん。他にはね、知らないですね。皆さんはいかがですか？ヤマトがね、来たんですけど。でも大丈夫。氷対氷なんでね。はい、全然大丈夫ですね。はい、ここにいてね、隠れながらキックキック、パンチパンチのね、嵐をかましておけばね、勝てるんでね。うん、いい働きしてる。エルもね、この子倒したいんだけどね、なかなか倒せないんだよね。硬い。ヤマト硬い。はい、ということでもうこれ勝ち確定ですね。どうもありがとうございました。またねー。エルモでしたー。あー